はガキの方かな。はい、それ今のこれスーパーサ恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー、はい、か見えてるぞ。少しだけ付き合ってあげようかな。ちょっと本気を出してあげようかな。ガリックホー！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 これが俺の限界だと！そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザすぐ近くだ。フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他にオラの知らねえでかい木がいる。誰なんだ、まさかこの感じピッコロか。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。お、ん？遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お、お父さん、こ、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット、そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。思っていたよりじっと強いようだね。
ほう。よっ、ほっ。やった。えっ、やった。やった。やった。よっ、ほっ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 。やった。ありゃ。ありゃ。おっ、やった。ありゃ、ほら。全然固定てねえ。この戦いにも飽きてきたよ。そろそろ決着をつけようと思うんだけど。どうかな。そう簡単にはいかねえぞ。君がまだかなりのパワーを残しているとしても、僕の計算では。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十兵衛海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20兵衛までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。ふざけるなよ。なんだ。バリだ。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう完成させちまえ。すまねえ。
どいつもこいつもこそこそと、鬱陶しいハイどもが。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。のこと脅かすなよ。そんなフリーザだ。ピコルさん、貴様ら一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。あいつの変化は、まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪もねえもんを次から次へと殺しやがって、クリーンまで。偉そうなことを言いやがって。貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでもいいのか。だから滅びた。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないんだね。なんだ、俺が貴様を滅ぼす。いい加減にしろ、このクズ野郎。もう謝っても許さないぞ。なんという屈辱だ。あんなやつに、あんなサイヤ人なんかに、こんなはずはない。これ当たりさえすれば。当ててみろよ。ふざけやがって、崩壊しやがれ。虫けらが。なるほど。
星は壊せてもたった一人の。かかってこい、サイヤ人。よっ、ハッ、なんと。よっ、ハッ、ハッ。これに殺されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。かもな。このフリーダに勝てるわけがない。どうしたフリーザ、フリーザとか何悔しいかフリーザ。黙れ、これだけがと聞いているんだ。生意気な。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。死に引っかかるが、いやー、うわー、うわ、くそー、立つんじゃねえ、スロー、スロー、お、お、うわー、そんなー。自得とはいえ貴様らしくねえ、惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。助けてくれ。頼む。言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。頼む。
俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかもやつは父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘、絶対遊んでくれよな。